こんにちは国立情報学研究所の池畑です本日は私の研究テーマである3次元復元というのは写真や距離画像のような情報から形状であるとか動き見た目などを復元しましてそれを使ってさまざまなアプリケーションを実現するというような技術になります。 で例えば左のような写真を撮影してあげますとそこから復元された3次元情報をうまく使ってあげれば右の図のような写真と見た目が非常に近いコンピューターグラフィックスを作るということも可能になります。ただ3次元復元復いうのはは簡単な問題ではありませんそれはなぜかといいますと写真というのは単なる画素の集合に過ぎないからです。 コンピューターから見れば写真というのは数字が並んでいるだけの配列にすぎませんのでそこから3次元情報を復元するためには複雑な処理が必要になりますただ人間が写真を見てあげればそれがどういう形状をしているのかであるとか材質というものは実は簡単に推定できますよねそれはなぜかと言いますと写真の中には3次元の手がかりがたくさん存在しているからです で私の研究ではそういった人が3次元を知覚するような処理というものをうまく数理モデル化してあげてそれをコンピューターが模倣することによってうまく3次元情報を復元することを試みています。で3次元情報の一つの例として陰影というものがあります我々が写真を見ますとその陰影の情報からその写真に載っている被写体の形状が何となくわかると思います。 でこれをコンピューターで行おうとする,する場合は例えばその写真がどういうふうにこう生成されるかというものを光源やカメラ材質や形状といった環境の情報をうまく使ってあげて数理モデル化してあげてそういった数理モデルに基づいて写真の情報から3次元形状を復元するということを行うことができます。 で私の研究分野ではこういった処理をフォトメトリックステレオ法というふうに呼んでおりまして複雑な形状であるとかいろいろなマテリアル材質に対して適用可能なフォトメトリックステレオ法を実現するための推理モデルというものを今まで研究してきました。ただ、 えー、一つ重要な点がございまして3次元復元の研究においては単純に3次元の形状を復元するだけではなくてそれをうまく応用してあげるということが重要になります。 3次元復元というのは今いろいろな応用が期待されていまして例えば俳優の動きをコンピューターに取り込んでそれを映画やゲームなどのコンピューターグラフィックスのキャラクターに反映させてあげるあるいは内視鏡の画像から自動的にがん細胞を検出してあげたり工場で部品を撮影した画像から血相を自動的に検出してあげるそれ以外にもバーチャルリアリティやオーグメンテッドリアリティと呼ばれているような近年注目されている分野 であるとか自動運転自動車あるいはロボットを動かすためには環境の三次元情報というのは必要不可欠になりますで、それは単純に三次元モデルを復元するだけではなくてうまく応用させ応用することができるような形として復元してあげるということが重要になりますで、そういった応用を意識した私の研究成果の一つとしてこちらの研究がありますこれは 建物の3次元復元を行うというような研究でしてその建物の3次元復元された情報を使っていろいろなアプリケーションに応用するというものです。で一つの例がこういったその建物の3次元ナビゲーションなんですけれどもこれを実現するためには単純に3次元のポリゴンモデルを復元するだけではなくて部屋と部屋とのつながりであるとか天井や壁がどういうふうにつながっているのかというような構造の情報が必要になりまして私の研究成果は 実はこういった復元された結果というのは単純にナビゲーションとして利用するだけではなくてご覧のように CAD のソフトウェアに読み込ませてあげることによって例えば復元された形状を正しく修正してあげたりであるとか 既存の建物の三次元モデルを別の建物にこうまく編集して新しいものとして作り変えるといったような応用が実現することができますこれは既存の単純な三次元モデルを復元するだけの手法ではできなくてこういった構造的な復元ということが非常に重要になっていますこういった応用を見据えた研究以外にも三次元復元にはさまざまな課題が存在します その1つの課題といたしまして3次元復元をするための撮影の手間というものがありまして今までの3次元復元というのはカメラでたくさんの写真を撮影してそれに基づいて復元するといったものなんですけれどもそういった手間を緩和するために360度撮影可能なパノラマカメラを利用して撮影したカメラをした。 結果から3次元復元復をするあるいはそういって復元されたモデルを使ってバーチャルリアリティやオーギュメンテッドリアリティのコンテンツを拡充してあげて、まあ、こういった分野をさらにこう発展させてあげるあるいは今までの3次元復元というのは複雑な最適化処理が必要で非常に時間がかかってしまっていたんですけれども近年注目されているディープラーニングなどの機械学習をうまく応用してあげて写真から直接3次元モデルを復元するといったような 実現できるのではないかと思って今研究をしているところですで以上が私の研究になります